ああ、収入増えない。仕事少ない。ギャラどんどん下がってる。毎日毎日頑張っても疲れてるのに、全然稼いでないあなた、もうちょっと待て。私は10年以上のプロの経験があって、カメラで写真、ギャラ10倍以上増える方法、全部公開します。だいたい安い仕事だったら、七五三、子供写真、記念写真、カップル写真、1時間1万5000円ぐらい。ウェディングの前撮りでも、1日5万円から10万円しかもらってない。こんな仕事は安すぎる。こういう仕事はいっぱいやると、最初はお金が少し増えるけど、だんだん体壊れるか、機材壊れるか、総合的には赤字になる。確定。副業、フリーランスやってる人は、時間と経済自由になりたいから、カメラやるじゃないですか。毎日疲れてるのにそんなに稼いでないんであれば、もうサラリーマン戻った方がいいと思うよ。じゃあギャラ高い仕事はどこから来るか。当然お金持ってるお客さんです。広告写真、アパレル写真、芸能人の写真、タレントさんの写真、お金持ってるお客さんからの仕事を取らないとギャラは上がらないよ。こういう仕事の撮影はだいたいスタジオ撮影になります。スタジオ撮影できない人はまずそこから勉強しろ。じゃあ技術全部分かったらそこからギャラ高くなりますか？ただの妄想はしないんで。誰でも撮れる写真、あなた撮っても高いギャラ払う必要ない。技術撮り方全部分かったらそこから自分らしい、自分しか撮れない写真いっぱい撮らなきゃいけない。今までの話頭もうパンパンでしょ。整理つかなかったらまず私のアカウントフォローして他の動画も全部見てください。そうすると今までの考え方はひっくり返す